ロシア民族楽器オーケストラはバラライカやドムラなどロシアの民族楽器で編成された合奏団。19世紀末にワシー・リー・アンドレイエフが構想、設立した。1896年にアンドレイエフが創立した大ロシア合奏団が初のロシア民族楽器オーケストラである。前身となるバラライカのアンサンブルは1888年に 初めての演奏会を行っている大ロシア合奏団の創立者、アンドレーエフ19世紀末、ロシアの首都サンクトペテルブルクには、イタリアオペラをはじめとした西ヨーロッパ諸国の音楽と、共に様々な楽器が入ってきていた。こうした音楽的風潮に対し、我がロシアの楽器のみによるオリジナルのオーケストラを思い立ったのが、ワシーリー・アンドレーエフである。アンドレーエフは、 バラライカやドムラの音楽的可能性を引き上げるため、構造的な改良を施すとともに、双方を目風、考案した。大ロシア合奏団設立当初は、バラライカ軍とドムラ軍を組み合わせ、2種類のグースリを取り入れた22人編成であったが、その後音域に合わせて開発した4種類のドークも加わった。大ロシア合奏団を率いたアンドレーエフは、 サーリー政府の妨害を受けながらもロシア国内を演奏旅行し、作家のマクシム・ゴーリキー、画家のイリア・レーピン、声楽家のヒョードル・シャリアピンらが彼のオーケストラを支持した。シャリアピンはアンドレーエフのコンサートに出演してロシア民謡を歌った。1908年から1911年にかけて大ロシア合奏団はドイツ、イギリス、フランス、アメリカを演奏旅行し、 成功を収めた。この結果、各地で、ロシアバラライカ演奏家協会やロシア民族、楽器オーケストラが生まれ、音楽学校で、バラライカやドムラの演奏が、カリキュラムに導入された。1917年に、ロシア革命が起こると、アンドレーエフと、大ロシア合奏団は、ソビエト政府に協力し、ロシア内戦時には、前線でコンサートをして回った。1 9十八年に、 アンドレーエフが募すると彼の放送はレニングラードとモスクワの二つのプロオーケストラに引き継がれた。レニングラードでは大ロシア合奏団でコンサートマスター兼副指揮者であった VV カツンが1907年から率いた合奏団が第一国立民族オーケストラと称した。同オーケストラは1925年にレニングラード放送の系列化に入り、1951年に 創始者、アンドレイエフの名を冠して、アンドレイエフ記念国立ロシア民族楽器オーケストラと称した。公共音楽を中心に演奏、録音活動を展開しており、芸術音楽が日常化しているサンクトペテルブルクの音楽風土に根付いたものとされる。新首都モスクワでは、九百十九年に大ロシア合奏団のバラライカ奏者、BS トロヤノフスキーとドムラ奏者、 P.I. アレクセイ F が赤軍特命部隊を基礎としてが奏談を立ち上げた。1921年から国立化。1924年ラジオ委員会。1936年モスクワフィルハーモニーに編入される。1942年第二次世界大戦のため一旦解散するが、ニコライ・オシポフが国家芸術委員会の命を受けて再編成。 1945年のオシポフの死後、彼の名が冠された。ロシア民族楽器オーケストラとしては、国内外の講演活動が最も多く、子供から苦労とまで多様な層の聴衆を想定したコンサートの傾向から、アンドレーエフが掲げた民衆系モーリソを最も濃く受け継い、もともと大衆音楽の気学科として起こったジャンルであり、民衆が聴きやすい音楽を根本概念として、 幅広いレパートリーを持つ。その中心となるのは、ロシア民謡の編曲、ロシア、西ヨーロッパのクラシック音楽作品を呼び、オリジナル作品である。また、当時流行していたサロン音楽も演奏した。しかし、このように多様な層に配慮したレパートリーには批判者も、あった。ミリー・バラキレフやウラディーミル・スター・ソフである。バラキレフは、当初は、 アンドレーエフの取り組みを歓迎したものの、後に距離を置くようになり、大ロシア合奏団のために作品を書くという約束を保護にした。スターソフは、俗物たちのご機嫌取りのために、ロシア民族音楽を歪めたとして、アンドレーエフを非難した。一方で、アレクサンドル・グラズノフは、大ロシア合奏団のために、ロシア幻想曲を作曲した。この他、ミハイル・イッポリトフ・イワノフ。 英会パシチェンコ、セルゲイワシリンコらが、ロシア民族楽器オーケストラのために、オリジナル曲を提供している。ありがとうございます。